や、マジで俺も。いや、me too。 ところで、歌舞伎ってさ、音楽で言ったらロックだと思うんだよね。あー、わかる。歌舞伎が生まれた当初は、斬新で奇妙な前だったし、歌舞伎に住み慣れたら、crazy dance。 そして歌舞伎でロックといえば、やっぱ獅子舞だよ。あー、あのめっちゃ毛を振る激しいやつね。traditional enemy。今でこそ獅子舞はいろいろあるけど、大元は写経っていう演目なんだよ。なんとなんと今日はその写経、あの中村勘九郎が流らしいね。そうなんだよ。しかもジャック・ベリーのジョリー・ビーグッドでアレンジしたっていうのがたまらないよね。 That sounds pretty heavy。 あ、そろそろ幕が開くみたいだぜ。いよ、待ってました。
Floor 350.